はい、こんばんはと言いますか今はですねまだ、えー、夕方前ですね何時ですかね今ね3時四0分ですね、えー、ですのでこんにちはロゴハーピーですえっ、ー、と61歳還暦過ぎたじじイのまあお話の時間ですえっ、ー、とまあ目的はあ私のようなこう悩み ガチなあ同年代の人がいるならば、まあ、その人とまあ共通なに認識といいますかね共通な思いをあのーまあ、思いを共通になることで、まあ、少しでも気持ちが楽になればいいなと思ってこの動画を出してます。 まあ皆さんからのコメントなんかをいただけると、私もこの動画を出している回があるなというふうに思います。ちなみに私、これで4回目だと思うんですけども、視聴回数が2回、2回、0回、1回、2回ですかね。あ、これ、今日で5回目ですかね。 え、ぐらいかなと思います。ほんと、それぐらいの視聴回数しかないので、なんとか皆さん、あの、この動画をですね、あの、見つけて、あの、ぜひ、あの、見てですね、あの、良ければいいねボタンと、チャンネル登録をお願いしたいなというふうに思います。さて、今日は、昨日も言ったと思いますけども、仕事の関係で、職場の関係で、え今日は、あ まあ、昔でいう半ン,ンですね。午前中で仕事が終わりました。えー、ですので、職場を大体いい12時45分、1時前に出まして、まあ、約車でゆっくり来ると30分弱かかりますので、えーまあ、途中でちょっと買い物してきましたので、えー、っと今、にゃんこが来ました。あにゃんこが泣いてます。 で、えー、大体そうですね、1時半ごろ家に、あらららら、何でしょうあなた、えー、ごろ着いたっていう感じです。まあちょっとしたハプニングで動画としてはなんか楽しくなるのかもしれないですね。それで、まあ毎回話してることは、あのまあ同じことなんですけれども、今日もお話しすることは、うんと まあなんとなくですね、お金の心配はもちろんあるんですけれども、なんとか我慢すればお金はなんとかなるのかなという部分もあります。ので、今日はですね、お金のことではない私の悩みですね、ちょっとお話ししたいと思います。どんな悩みかと言いますと、早速今日みたいな日ですよね、あと休みの日とかね、そういう日になってきますと、 えとその何て言うんですかどうやって時間を潰すかということなんですよ。でちなみに大体まあ大雑把に言うと今、まあ、大体1時半ごろ帰ってきたと仮定すれば約2時間経ったわけですけども2時間の間にやったことといえばうーんとまあ株をちょっとやりましたし えー、FX もちょっと見ましたしあとビットコインもちょっと見たりしましたけれどもまあそれいつまでもこう見てるのはやっぱり得意じゃないんですよね、えーまあ、飽きるというか、まあ、いつまで見ててもこう動くわけでもないのでなかなかその相場がね簡単に動くわけじゃないので、あのー、いつまでも見てても、まあ、ある意味つまらないので確認して終わりみたいな感じなんですね それから、うんと、まあ、もちろん YouTube 見ました。それから、映画というか、UNEXT ですね。UNEXT も見ました。ですけれども、私、ハマらないんですよ。そのものに。まあ、動画とかにね。なかなかハマらないのであの、すぐ飽きちゃうんです。まあ、簡単に言うと、飽きっぽいんですよ。 だからそのすぐこう飽きちゃうのでもう何しようかなっていう感じになっちゃうんですねその何しようかなっていう感じになるのは私すごく嫌なんですその,あのその何しようかなってなった時に思うことはこんな生き方でいいんだろうかというふうな悩みに入っちゃうんですよ皆さんどうですかあのそんなの ひばでやることないんだからラッキーだと思えばいいですよね。おラッキー何もやることねえぞ。えー、もう自由にしてていいじゃねえかのんびりしてていいじゃねえかみたいな感じになればいいんですけどもなんかだめなんですよね。すぐねだから映画見てても30分見るとねよほどのことがない限り飽きちゃうんですよ。あと だからあの、映画探すのが大変。ほら、いっぱいあるじゃないですか、今,今の時代ってもう。u ネクスにしても何にしても、YouTube にしても探すでしょそういうのいっぱいあって、何を探すかもある意味大変なんですよね。ほんで、あの、なんかちょっとこう、これもせ私の性格なんでしょうね。インテリっぽく見せたいのか、 なんか YouTube もなんか最近ほらあのイスラエルとパレスチナのあのまあ紛争戦争があるじゃないですかだからちょっとその辺勉強しようかななんて思ってあのユダヤ人のこの動画とかねあの見たりするとまあまあ分かってきて面白いんですけれどもだからといってそれに熱中するかっつったら熱中しないんですよはいあと英語も大好きなんです でも英語も大好きなんですけども英語もあの1日あの10個のねあの英文をあの耳で聞いてあのまあなんて言ってるかこう聞き取りの練習してるんですよ。あの中学英語で400文っていうやつなんですけど中学英語だからあの見ればそんなのすぐ訳せるんですけど耳にすると私の時代だとまあ時代のせいにしちゃあれなんですけど 耳って鍛えてないから何言ってるか全然わかんないです早くてでももうそれ400文を1日10個ぐらいずつもうあのもうほんと1年近くやってますかねもう本当に最初の方はバカみたいな本当に中学1年生ぐらいの英語も何言ってるか全然聞こえないんですまず我々「He って習ったじゃないですか「ヒー」「ヒあのヒー」は「He じゃないですあれ「いい」ですから「いい」「イ is, is a boy.He is a boy. と我々習ったじゃないですか。He is a boy って言われるものだと思うんだけど、is a boy.is とあくっついて、is a. あと、he の h は発音しないから、e です。e.is a boy.is a boy. それが、he is a boy なんですよ。なんていうことでもうそういうのにも慣れてきて、今はもう本当に、あのー、もう 大体400のうち300ぐらいは1回で聞き取れるようになってきました。まあそんな今ちょっと自慢っぽくなってきたんですけどもそういうふうな感じで英語も勉強好きです。数学も大好きです。はい。えー、なんですけれども長続きしないんですよ。長続きしないんです。はい。あのユダヤの話も面白いんですよ。あの結び大学っていうあのおっちゃんが話してる話の話し方もうまいし。うん 最近はちょっとあの生物にもちょっと本当に興味持ってきてですねあの特に心臓とかあの内臓とかの話なんかちょっと今まで全く興味なかったんですけど興味持ってあの右心房あの右心室左心房左心室の血液の流れとか。 あるる程度わかよようになってきたんですこ、はい、んなことも勉強したりして何て言うんですか知的好奇心っていうやつですかねかっこよく言うとねそういうのは、まあ、まあまああるんですよだけど長続きしないんですですぐにあの飽きちゃうんですで飽きて、えー、この後どうしようかなってこうなってるわけです今こうやって YouTube 撮ってるのこれ YouTube 撮るまでにもすごくその 一歩踏み出すのに勇気がいたんです何喋ろうかなとか何やればいいななななんかこう一人でも多くの再生あのがあのできるように一回でも多くの再生回数が増えるようにするためにはなべ何を喋ったらいいのかなとかあの、うん、考えたりする、まあ、誰でも考えるんでしょうけれどもそ,のそれが楽しい考えじゃなくてこうマイナス思考の考えこうマイナス的な あのネガティブ的な雰囲気で考える自分が嫌なんですよ。よし、今日は何喋ろうかなとか、よし、今日はこれ喋ったらみんな聞いてきて面白がってくれるかなとか、そういうことじゃないなんですもんね。何喋ったらこう聞いてくれるんだろう、こんなこと喋ったって聞いてくんないしなとかっていうふうな感じになっちゃうんですよ。そういう自分がいるんで、あのまあ、悩みはそのこの時間があるときに、 一体どうやって時間を過ごしていったらいいんだろうかっていうのがすごく悩みです。これ仕事してるからいいですけど仕事しなくなったらどうなんだろうっていうあれですよね。はい。皆さん何んかこういいことがあったらあの教えてほしいしあの同調してくれるコメントとかあると嬉しいしまあ反論でももちろんいいですけども。 あのまずはこう、ちょっとでもこう再生回数が伸びると、こっちも頑張る気持ちになるので、あなんとか私の動画を見つけてみてほしいなと思います。えー、あのいいねとかあチャンネル登録とかよろしくお願いします。以上です。バイバイ。